こんにちは、地域おこし協力隊の川島です。今日は前橋市海外や公民館に来ております。海外フクロウ通信第1弾は海外や公民館からお送りします。突然ですが皆さんにご紹介します。こちらフクロウのジュニア君です。実は先日の22日に東京池袋からこちら前橋市に他のお友達フクロウ30羽と一緒に移住してきました。私は仲間たちと一緒にこのフクロウをお世話していますが、今日はその中からこの種類チャコモリフクロウのジュニア君と一緒に来てもらいました。こちらのジュニア君についてちょっとご紹介なんですけど、今年で5歳になります。で、性格はとても自分が大好きな子です。ジュニア可愛い、一番可愛いよって褒めてあげるとすごく喜んで、どんな仕事でも今してくれるとてもいい子なので、ぜひ見かけたら声かけてあげてください。さて、今日は海外や公民館で開催されております海外や手をつなぐロビー展2020をご紹介いたします。詳細は公民館報の10月号にも記載されていますけれども、1、障害者理解の活動を進める前橋市手をつなぐ育成会の作成した活動パネル展と、2、前橋特別支援学校児童生徒の作品展で構成されています。ちょっと見てみましょう。こちらが手をつなぐ作品展です。ジュニア、バラリを見てみて。ねえねえ、これかわいくない？これかわいいですね。あ、そこが好き。ジュニアも一緒に見たいそうです。すごくかわいいのがいっぱい揃っています。一つ一つよく見るととても丁寧なお仕事をされているのがよくわかります。で、こちらに展示してあるものはサンプルなんですけれども、実はこの商品は全て購入することができます。場所は日吉町にある総合福祉会館で購入することができるので、ぜひ皆さんお越しください。それからこちらは前橋市特別支援学校の児童生徒の作品展です。見てもらうとよくわかるんですけど、どれもとても鮮やかに仕上がった作品です。こちらは立体作品もあります。これはランプシェードですね。おしゃれですね。お部屋にあるととても雰囲気が出ると思います。ジュニアはこれ好きなんじゃないかな、ね、ジュニアはこの木のやつ好きかもしれないですね。どれもすごく一生懸命作ったのが伝わってくる作品で、出来作揃いだと思います。なお、こちらのロビー展は11月の16日の月曜日まで、こちら海外や公民館で開催しております。皆さんぜひお出かけくださいね。これからもフクロウくんたちと一緒に海外や地区の楽しいことを定期的にご紹介していきます。その様子は前橋市の公式 YouTube のチャンネルから配信いたしますので、ぜひご覧になってください。それではまたお会いしましょう。さようなら。